スノーマン佐久間大介、自分以上にファンが癖を熟知、みんなが正解でした、すみません。4月8日放送のスノーマン佐久間大介の待って、無理、しんどい、文化放送、では、公開収録の模様を放送。佐久間大介が観客とのやりとりで自信の癖を自覚する場面があった。佐久間の口癖は、にゃ、ひゃーは、のどれ番組放送開始から1周年ということで、 これまででの奇跡ををクイズで振り返るコーナーナ実施番組での出来事が問題として出題され、佐久間が3つの選択肢から選んで回答した。問題は、番組の収録時や打ち合わせの時、佐久間がよく口にしてる言葉は、で、選択肢は、にゃ、ひゃーは。佐久間は、これはおもろれ。実に面白いと喜びつつ、全部言ってるな、俺、と振り返る。 ヒントとしてツイッターを使ったリスナーからの予想を確認すると、にゃっが95%と判明し、佐久間は、みんな、にゃっじゃんと驚く。ただ佐久間自身は、結構、ゲストさんが来る時とか、その前の打ち合わせとかで、ひゃーって言ってんのよ。自覚あるの、自分で、と述べる。